ヒューピタ。どうしたちゃん、もう眠い。お家で見る？うん、一回お家で寝るか。いいのね、こっちじゃなくて。じゃあ寝ましょうか。うん、ちょっと待ってな。寝ながら今草を食べます。ああ来たね。皆さんブルブルして。はいナイス。素晴らしい能力。そこに寝る。ないんだよ。ちょっと待ってて毛布持ってくる。
起きた。お、起きた。爆睡してたね。ねえ、運動不足だね。起きた。あれ？あれ？あれ？走ってたのに、どこなんで走ってたのにって顔してるね。あれ、ここどこだっけ？お家だね。夢だったね。お散歩不足で、睡眠中に走った。でも、こんな走ってんの、うん、初めて見たぐらい。あ、ほんと、うん、だってドッグラン行った後はこんな感じになってるし、保管してるんだと思って、記憶の保管かなと思って、うん、ねえ、今日はドッグランも何も行けてない。ある程度なんか音立ててても全く起きないからさ、うん、深かったね。深まりに眠ったね。寝るか、おめさん。ねえ、寝ましょう。ほら、おみちゃんこれ好きなやつ。飲めて後で食べよう。あとはお父さんのお弁当と、あとはあとこれ持ってやる、バナナ。うん、はい。他はもう前日買ったからね。まだできませんや。
いいでしょ。よこおり。はい、タッチ。イエイ。タッチ、イエイ。行こう。はい、食べる人。ウェイ、行こう。タッチ。あれ、なんか気になって。助走つき。行こう。せーうん。スアリムって。待てだよあれよしコマンドちょうどチンの前に一回そっちにお母さんが気になったのか言って戻ってきてピンってやってたこっちから30分もかからずに来れたけれどもこっちの方が駐車場代が高いっていうこっちの方がまだ都市部ってことかな。じゃあこっちの方がまあ利用者が少ない分多めに取っとかないと成り立たないんで、うん、コメちゃんの影が微妙。あともうちょっとコメちゃんこっちを見たら可愛いな。コメちゃんこっちこっち向いてみて。あ、かわいい。カイヤがかわいい。あほら、ほら、カミちゃんかわいい。あ、かわいい。あ、カミちゃんのお顔が見えなくなった。お、見えた。私こっちに寄っちゃうから。そうそう。ドーナツに引き寄せられてるから。ドーナツ、ドーナツの火炎。ドーナツの火炎だった。カミちゃんがそれを見つめる。ちょっと待って、こっちは若干蜂蜜が入っちゃってるんだね、おじさん。ちょっとぐらいだったらいいんだけど。スプラッシュはやめてくださる？果物あげようか。はい、キウイどうぞ。気づけるかな？あちあちあち。キウイも脱走しちゃう。ツルツルするね。うん、マズルの短さがやっぱねこういうところでうまく噛めない。お父さんも脱走してる、脱走してる。ちょっと脱走、なかなかすくえない。手を使わないと。うん、じゃあ一応どうぞ。うん、ちょっと待って。お気に入りの八百屋さんのインスタで投稿されてて、なんだそれと思って気になって買いに。葉山のやつ？葉山じゃない、鎌倉にある。うん、でかいビーズみたいな。
冷え違いますよ。とりあえずそれはプチベールっていうんですけど、プチベール、プチベールっていう野菜なんです。新しく日本で交配して作った野菜なんです。はい、野菜です。プチベール、スイーツみたいな。プチベール。その元々のやつはそういう色なの？その紫なのはかなり激レア。基本は緑です。サラダパンダ来た。大丈夫。いかかわいい。待ってるよ。